カメラマンのナミです。あ、カメラマンじゃない、ニッシーです。よろしくお願いします。ニッシーさん、久々の出演じゃないですか？そうですね、あのゴルフ夫婦さんとのコラボ以来ですか？ですね。はい。じゃあ、あの意気込みをお願いします。何やるかよく分かってないんですけど、今日も素敵だね。富士籠坂36ですね、はい。ゴルフクラブさんですか？はい。お邪魔させていただいてるんで、ゴルフしたいなと思いますけど、はい。急遽今日あの企画が変わったんで、はい、ニッシーさんも今日は何をするのかわからないんですけど、はい、とりあえずハーフ、はい、あのとある方々と対決していただきたいと思います。はい、わかりました。じゃあゲストの方ね、今日2人来てくれてるので、はい、ちょっとご紹介したいと思います。はい、じゃあまずは女性のゲストから。はい、みゆさんです。どうぞ。こんにちは。お願いします。お願いします。めちゃくちゃ若くないですかねえニッシーさんの子供かなっていうナミゴルフ史上一番若いゲストなんじゃないですか。そうですね、おそらく最年少。おいくつなんですか？16歳です。16歳。僕のこと34なんで、ギリギリ18歳で結婚してたらもしかしたら子供だったかもしれないぐらいの。本当や、やば、親子感。じゃあもう一人ゲストを呼びたいと思います。はい、お願いします。もう一人の方もニッシーじゃないですかニッシーです。お願いします。ニッシーさん、はい、わかります？わかりますってか、誰かわかんないですけどねあの一瞬お会いしたことあると思うんですけど。一瞬？はい、あのね、前ニッシーさんが、はい、あの俺は人の顔を一度見たら忘れへん、はい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 、名言吐いてましたけど、はい、わかります？ちょっと顔見せてもらっていいですか？いいですか？おお、え、関西でしたっけ？あ、そうです。コンペで、はい、水色、あ、青い服着てましたんですよ。青いズボンです。青いズボンか。で、一緒に来てた方は白黒のセットアップの方。そうです。そうですよね。はい、ちょっと名前覚えてないんですけど。え？正解。え、来たの関西ですよね。はい。ここ関東ですよね。そうです。何これ？え？車で来ました。え？お住まいどこなんですか？姫路市です。姫路から車で来たの？はい、乗り物間違えてる乗り物間違え、新幹線で来よう。え、マジですか？車で。そうなんです、今日はね、はい、あの関西の資格として、はい、ニッシーさんを倒しに、はい、はるばる姫路から来てくださいました。素晴らしい。ありがとうございます。え、しかもめちゃくちゃうまかったですよねそうなんですよ。でね、ニッシーさんの娘さん、みゆさんもみゆさんですか？はい、みゆさん。とてもお上手なんですよ、お二人とも。はい、じゃあベストスコア聞いていいですかね。はい、みゆさんはいくつですか？77です。おい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 16歳で77って、すごい恐ろしいですね。71。一緒やこれすごいですね。え、お母さんの、まあ、今21歳、今年 で、 そうです。ゴルフ始めてもない俺ね。そんなお若いお二人が今日は来てくれました。はい、じゃあ早速ね、あの企画の説明をさせていただきます。はい、ハーフラウンド、はい、3人で、はい、普通に対決。普通に対決、珍しい珍しく、なるほど。普通に、あの波ゴルフカメラしんどくなるんで、はい、だいたいベストボールにするんですけど、はいはい、今日は皆さん上手いから、はい、あの球暴れへんやろということで、はい、あの一人ずつ普通に対決していただきます。スライス打ってくよ今日も。やめてほんまに。いや、打つなら OB まで行ってくださいね。そちら、うちの真ん中から行きますか。はい、スコアの対決どうですね。そうです、ストローク で、 わかりました。じゃあ頑張っていきましょう。はい、行きましょう。お願いします。お願いします。じゃあ意気込みお願いします。負けないよう頑張ります。おー、応援してます。最年少なんで、波ゴルフあのみゆちゃんは YouTube アミューズライフという YouTube をされてるんですよね。はい、そうなんです。皆さん概要欄に貼ってるんで、ぜひチェックしてみてください。ではでは、姫路の少年、はい、姫路の少年ちょっと年下だとね、急にお姉さん感出してくるからだって、ね、7個下やで、しかも地元でしょ。そう、もう弟みたいなもんや。そうそうそう意気込みをお願いします。まあ、ニッシーさんちょっとライバル意識してるんで、おお、今日は倒したいと思います。おお、いいですね。はい、ぜひ倒してください。3人の戦い、はい、勝者は、勝者は渡辺さんで、渡辺さんプレゼントということで、はい、オノフの
渡辺さんめっちゃ良くない？いつも相談に乗ってくれるし、ね、レスポンスめっちゃ早いし、確かにちょっとクラブ調子悪いんですけどすぐ帰ってくれるからね。確かに、ね、じゃあオノフの渡辺さんか、うん、渡辺さんを、うん、まあ3人の中で勝った人にプレゼント、はいはい、どっちかしましょう。じゃあ俺オノフの渡辺さんにしよう。じゃあ選ぶ権利があるということで、選べるということで、はい、わかりました。お願いします。お願いします。真ん中です。コンクレしか弾上がってなかった。そういうルールの中でやってるんですかね。低い弾縛り、はい、お願いします。お願いします。まだちょっと右サイド、あまあ多分大丈夫ですよ。大丈夫、うん、はい、なくなってはない。緊張する。緊張してます。みゆちゃんも頑張ってください。はい。緊張してます。お願いします。お願いします。よいしょ、完璧。どうです。です。いやみゆちゃん、さすがのナイスショットでした。ありがとうございます。え、みーちゃん16歳じゃないですか。はい。何歳からゴルフやってるんですか。中学2年生とか、なんか13歳とかですか。ですね。え、じゃあ3年ぐらい。はい。なみちゃんと一緒じゃん。あ、確かに。きっかけは母がやっていて、はいはい、楽しそうだなと思って。へー、じゃあ最初一緒に練習場とか行って、はい、打ってみて、はい、楽しそうだなと思って。へー、そうなんですね。今は大会とかも出てるんですか。学校の大会で出てます。学校の大会があるんですか。部活、はい、部活の大会で。へー、あ、じゃあ学校にゴルフ部か。はい、いいなゴルフ部なんてありました。ないですね。ないですよね。はい、あんまなかった。え、トビ君はいつから始めたんでしょうか。僕1年前。1年はちょっとやばくないですか。ね、1年でベストスコア71。どうして。お化け、お化け、お化けよ。ゴルフお化けじゃないですか。ねえ、すごくないですか。まあ1年1ヶ月ぐらい。へえ、それってどういう頻度で練習してるんですか。頻度はやっぱ大学の授業もあるので、はい、毎日は行けないですけど、はい、行ける時はあるんで週4号ぐらいです。週4号で練習して、で、はい、ラウンドはラウンド週1に1ぐらいですか、ね、週1ぐらい。すごいっすね。2ぐらい。え、ゴルフ部ではないですよね。ゴルフ部ではないです。野球、もっと野球。あ、もっと野球なんですね。なるほどね、すごいわ。あの関西のね、コンペでね、あのフォアピリさんのキャディーバッグが当たった2位とか。3位。3位か、はい、すごいっすよね。手が入ってもた。でもね、グロスその時いくつでしたっけ。78です。やば、うまい、すごいわ、ね、やっぱ若い力すごいっすね。おー、60ヤードですね。60でいきます。今日大丈夫かな。緊張されてるんですかね。やばいっすね。はい、52ヤードで何度ですか。56度で。56度で、はい。ナイスオン。絶対そう。高い？いや。ナイスオン。ありがとうございます。ナイスです。はい。75ヤード、58度です。はい。あ、入るな。35ヤードぐらいかな。58度。はい。おー、うまい。ナイスオン。何が得意ですか。アプローチ。おー、アプローチ。はい、そりゃうまいわ。60度でいきます。はい、
早い。おお、ナイスです。おや、ちょっと通りくんが、はい、いいマーカー使ってるじゃないですか。トーイくんのマーカーがいいマーカー使ったの。とても可愛いです俺持ってない私が持ってない。いやー、ナイスタッチ、ナイスタッチ、ナイスパー、パーっすね、ナイスパー、伸びろ、惜しい。ボギボギ、はい、ミルちゃんに1台リードされましたね。ねえ、いや、うまいですね。ねえ、お三方ともプロゴルファーを目指されているんですね。僕はシニアの方ですけどね。ニッシーさんだけシニアゴルファー。僕はシニアで。え、プロ目指して就活しないで。はい。おお。大学終わったら、はい、研修生。研修生しようかな。え、じゃあもうゴルフ場は決まってるんですか。いや、まだそれ探し中なんです。あ、そうなんですか。でも関西の方でやろうかなと。そうですよね、はい、できたらまあ兵庫姫路とか、はい、ぜひご覧のゴルフ場の方お声掛けよろしくお願いいたします。お願いします。すごい、ゆうちゃんもプロ目指してはい、やってるんですか。はい、頑張ってます。そうなんですね。はい。いや、いいな、やっぱ小さい頃からね、あの明確な目標があるっていうのはいいですよね。うん、うん、うん、ね、そっか。え、今高校2年生です。2年生、はい。そっか、中学生から始めて。いや、楽しみですね、波ゴルフからね、はい、プロになる方が出てくれたらね。はい、レン君はこの前ねツアー出てたし。そうですね、佐藤食品のやつだ。あ、そうですか。そう、佐藤のご飯の確か大会かなにね、レン君も出てましたからね。出てました。ね、頑張っていただいてね。はい、波ゴルフ一度応援しております。ね、ここに波ゴルフって入れて出てもらう出てもらいたいですね。ほんまに。じゃあトイ君は、じゃあ波ゴルフって背負って出てください。わかりました早いあのマーカーで、あのマーカーで出場お願いします。あのマーカーでプロ出たら面白いね。ちょっと、ね、チッキンって書いてあるからね。それはマジ失礼打ちすぎてあかんねんって。ね、175ヤード、5番円で行きます。よいしょ。おー、届いてくれー。ナイスー。ピンハイ。いい。自分でもびっくり。良いですね。良いですね、ありがとうございます。プレッシャーを後輩に与えようと。ナミちゃんと一緒ですね。ねえ、おそろ。おそろっす。これいいですよね。そうか、ちょっとフィット感がいいってみんな言いますよね。うん、早っ。いい振りしてるなぁ。ねぇ、75ヤード8番やん。ほい、8。うわぁ、いや、いいだろ。めちゃいい。ちょっとね、木当たったけど。うわぁ、すごっ。ありがとうございます。全然、あ、折った。全然、だって木当たってんのに、ね、僕の5番アイアンより5ヤード10ヤード前行ってますからすごーい。やばくないですか。どういうことですか。ケプカ、ケプカ。やば。なんか特殊なアイアン使われてるんですか。そうですかね、ちょっとわかんないです。いや、でも多分あの、はい、違法クラブとかじゃないです普通にっていうかね、ピンのいいクラブですけど、はい、すごい、すごくですね、弾道すごかったですね。すごかった。あの木の上の木にね、ちょっとこすって、あれを1年で出す、うん、ああいう球を打てるようになる秘訣は何なんですか。何なんですか。何なんでしょうね誰もわからないでも練習週4、週5とか、うん、今でも毎日です。あ、そうなんですね。え、でも全然普通に毎日行ってもあんな球打てないです、うん、ですよね。 1年じゃ絶対無理、絶対無理。え、何を参考にして練習してるんですか。 YouTube です。 YouTube? YouTube? もうすごいですね。すごい。誰かにコーチに行くとかじゃないですね。え、じゃあコーチはいないんですか。いないです。
YouTube がコーチで、はい、あの球打ってるんですか。え、これ聞いた、誰って聞いた瞬間、その先生は絶対みんな見に行きますよね。そのチャンネル登録やばいでしょ。やばいですよね。122ヤード9番で打ちます、はい。ナイスショー、超えてる、ナイスナイス、ナイスショー、やったぜ。マジスイング機で、ね、こんな小柄な体で9番で多分今130ぐらい飛んでますからね。あの、私は10ヤードしか変わらないですけど。どういくよ、そのさっき言ってた YouTube、はい、まあ、何の動画チャンネルを見てるんですか。やっぱ片山慎吾、あ、慎吾さんの、はい、マイゴルフとかも結構見ます。おー、あ、マイゴルフさん喜ぶ。マイゴルフさん、マイゴルフさんの、まあ、レッスンもそうですけど、はい、コースマネジメントとかもすごい分かりやすいですよね。それが一番大事ですね、やっぱり、はい。あと、片山さんの、で、片山さんってなんかこうやっぱ長く第一線で活躍されてるじゃないですか、はい。バンカーの中に半分ボール埋めてクリーンに打つみたいなことやってるんですよ。ああ、やってました。難しすぎてわけわからん。でも綺麗に出るの。そう、そうです。しかもなんか半分埋まってるから普通ダフるじゃないですか、うん、砂打ちじゃないですか、うん、片山さんがちょっとパチンパチン言おうとするんですよね。なんで、すごすぎる。なんか物理の法則を無視してるんじゃないかな。マジすごい。なるほどね。 YouTube から学ぶ時代ですね。ですね。刺身さん見てます。止まない。ほんまや。ナイスタッチです。あー、切れるか。惜しい。ナイスです。ナイスポーン。ありがとうございます。惜しい惜しい。どっち見せる？うわ、消えた。よし。無心。はい。あー、ボギーボギー。はい。よいしょ。ありがとうございます。うん、OK。OK。よしよし。ドライバーでいきます。はい。すごい。ちょっと見。で、でも、コースの方。うん、全然大丈夫。おあの勢いがすごいですね。ねえ。ナイスー。ありがとうございます。素晴らしい。ちょっと左サイドかな。でもなんかドライバーが調子悪いみたいな言ってませんでした。結構調子悪いです。これで調子悪いですか。はい。めっちゃいい球に見えますけど。やっぱちょっとレベルがね。行きます。え、みゆちゃんはプロを目指されてるわけじゃないですか、はい、なんか好きなプロゴルファーの方とかいらっしゃるんですか。基本みんな好きなんですよ。俺もみんな好き。かわいい。それは、男子も女子も見るんですか。男子はちょっと身長が高い人が多いので、うんうんうん、女子の方しか見てないですね。なるほど。でも女子のスイングの方は自分にとって参考になるってことですよね。なるほど、なるほど。みんな好きな中でも、この人はみたいな人いるんですか。川本優衣選手。あー。かわ
愛いな。顔？見た目の話。見た目。でも可愛いですよね。あのトレードマークのリボンつけてね、はい、いつもプレーしてらっしゃいますし、カモ選手はまたね今年からアメリカツアーですか、に参戦してますよね。はい。スイングもかっこいいですよね。かっこいいですね。ね。そうなんだ。顔が好きということでカモ選手。これからも可愛い顔に皆さん注目していきましょうね。まさかの。そこない。いきます。残りが293。5番ウッドで何ですか？何ですか？言い方が面白い。撮影久々だから全然喋れないんですよ。喋れてないですね、はい、293って頑張りなさい、ここから。はい、遠くの方で。お、ナイス。あ、ちょっとね、狙ってるところより左行っちゃいましたけど、まずまずですね。はい。はい。5番ユーティリティで。はい。消えた。どこ行った？もうすぐは飛んでると思います。274。5番ヤで出します。はい。気に当たった。惜しい。ただ今の技術はすごいですね。ねえ、ロングアイアンちょっと立てて右足寄りに置いてみたいな。だそうです。何番ウッドですか？3番ウッドです。3番ウッド、はい。めっちゃ飛んでってる。ねえ、めっちゃ飛んでってましたね。ねえ。150ヤード7番で。うい。7番で打つんですね。すごい。あ、完璧。お、おお。惜しい、寄っていきました。すごい。7番、150ヤード7番アイアンで打つんですか？はい、ちょっとなんか転がっちゃうんで、なんかピンも奥めにありそうだなみたいな。なるほど、はい、すごい飛ぶ方ですよね。いや、飛ばないと思う。飛ばないか。周りの子が結構飛んでて。ドライバーで何ヤード打つんですか？ここ最近220とか。あ、そうなんだ。飛ぶようになってきて。うんうん。結構小柄ですよね。はい。146センチ。146なんや。はい。ミニマニア。入れますね。この隅にもに。いや、知らないですか。知らないです。あー、どうしよう。16歳知ってるわけないですよね。失礼いたしました。カゴちゃんとか辻ちゃん知らないですか。ちょっとわかんないです。失礼しました。71ヤード、60度でいきます。ナイソン。ちょっとパスね。大きい。うん、ちょっと左でしたね、今ね。23ヤード、56で。はい。うまーい。おー、ナイス。すごい。どうやったらそんなアプローチできるんですか？なんか遊んでました、ずっと。アプローチで？はい。家とかで？そうですね。すごい。どんな家住んでるんですか？いや、もう普通に小さい家です。本当ですか？はい。すごっ。30ヤード、58度。はい。うまー、うまい。ナイソン。2人ともアプローチが上手すぎる。やべー、間に合わん。間に合わん。あ行くね。ここは難しいグリーンですね。ねえ、もう距離半分ぐらいしか打ってないですよね。
です。しっかり打った。おお、惜しい。ナイス、さすがです。今裏側から入ってましたよね。すごい、相当な傾斜ねえ。よし、おー、挟まった。挟まった、ナイスです。ナイスパー。パーですね。おお、リードや。リードしております。ナイス、さすが。保護者の西井でございます。3ホール終わりまして、今僕が、1位で1打差2打差2打差ですね。いう感じですね。どうですかここまで。やっぱ緊張しますね。まあそうっすよね、はい、ね、カメラ回ってる時にプレーすることあんまないですもんね。そうですね、です初めてです。ですよね、はい、西井どうですか。体が動かない。体が動かない。なぜならアップしてないですからね。しょうがないですね。まあ、ここからじゃあまたエンジンかけて、はいはい、頑張っていきましょう、はい。そんな感じでじゃあ今日は終わりたいと思います。また明日も見てください。バイバーイ。